インターネットテレビウィルズオーカンゴデスクの山根です本日も前回に引き続き朝香豊さんを招きしておりますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします今回のテーマは、うんえー、プロジェクトベリタスの大スクープについてそうですねで、プロジェクトベリタスという、うん、このアメリカの団体ですか、うん、この アメリカ大統領選の前後でよく耳にする機会が増えたんですがこのベリタスっていうのは一体どういう組織なんでしょうかベリタス自体がんていうんですかね真実みたいなそんな感じの意味合いで要はその偏向報道を許さないということでもってそれを徹底的に暴いてやるぞっていうことでですねジェームズ・オキーフさんっていう一人の方がまあみら一人で立ち上がってで、まあ いろんな形で、えー、こう取材をするっていうことを、うん、まあやり始めたのがきっかけで、うんうん、で彼の動きに対して、えー、賛同できる俺も協力したいね、うん、私も協力させてみたいな人が、うん、まあいろいろ集まってきてでそういう人たちが、えー、潜入記者みたいな形で持っていろんなものをこう暴露して。 世の中に公表してるっていう、まあ、そういうグループですね。はい。去年の年末か、今年の初めでしたっけ、その C. N. N. か、そのニューヨークタイムズに潜入して。その記者が。で、あの編集会議の様子を。録音してバラしたっていうような、まあ、あれも痛快なの。そうですよね。あれもプロジェクトベリタス、本当に痛快でしたよね。うん。朝の会で、こういろいろ喋ってる内容を、まあ、毎回毎回。 アップしてみたいな感じで、ね、はい。で、まあ、その内容としては、まあ、トランプを何としてでも引きずり下ろそうと。していたという内容ですよね。で、今回、また新たな大スクープを報じてくれたということで。はいはい、これはどういうことなんでしょうか。えっと、これは、あの、出会い系アプリが、あの、えー、あってですね。で、そこで、その女性の。 まああ、先入記者みたいなあ人がですね、看護師を名乗ってですね、それでこの CNN のテクニカルディレクターのチャーリーチェスターさん、この人に接近して、で、あのデートしましょうっていう形で5回デートを重ねたんですね。ああ、こう釣ったわけです。そうですね。でもう見事に釣られて、で。 わーすごいのねみたいな感じで言ったらもう喜びさんでこんなこともやったんだこんなこともやったこんな意図もあったんだみたいなことをまああの調子に乗っていっぱい喋 <laughs> ってしまったと、ええ、でその内容をあの全部プロジェクトベリタスで公表されちゃったっていう <laughs> 間抜けなお話だったりしますね、ええ、やっぱりアメリカでもこの看護師っていうブランドが強いんですね。いは 面白いいなと思いましでこのチェスターさんはその看護師を名乗るその潜入記者に具体的にどういうことを言ったんでしょうか、うん、あ、もうそうですねトランプ関連でいけば我々が焦点を当てたところっていうのはトランプをホワイトハウスの執務室から追い出すことだったんだとかいうことを言っててで CNN がなかったらトランプが「 えー、落選していたなんてことは100%言えないみたいなね、えーえー、みたいな話をあのしてたりというような感じで,、うん、でとにかくトランプに対しては根拠がないネガティブな宣伝をバンバンやりながら、うん、で一方において対立候補のバイデンに関しては、うんえー、良いイメージになるようにこれまたいろんなことをやっていたっていうのが、うん、これがあの 喋った内容で <laughs> はっきりしたっていうことですね。ひどいですよね。トランプの手が震えていたことに気がついて、うん、で多くの医療関係者を連れてきて、うん、彼が神経に損傷があるとの憶測の話を話してもらってそれを報道した、うんうん。そういうことです。完全にも捏造。捏造ですよ、ね。すよねうん、もう完全に捏造をやってると。ね、で一方むしろ。 バイデンさんの方が、ええ、もうちょっと地方起点じゃないのみたいな感じのさまざまな疑惑があったわけじゃないですか、ええ、でもそれについては全然報道しないで,、うん、でむしろ彼があのジョギング姿でね、うんえー、登場しているとか、うんえー、それからちょっと若者ぶってサングラスかけているとか、うんえー、そういうようなものをイメージ図として使い続けて、うん、なんか ね年は取ってるけど実は若々しくて元気なんだよみたいなね、ええ、そういうイメージを対比的に意図的に使っていたということを、うん、まあポロポロポロ喋っちゃったというまあそういう話ですよね。や,やっぱ日本とはレベルが違いますね。うん、普段はテレ朝とか TBS とか批判しますけど、はい、<laughs> <laughs> これは CNN はもうすごいですね。い,すねいやーすごいですね。ええ、はい。でその気候変動に関しても。はい。はい 相当な印象操作というか変更報道していいたというそうそですね、まあ、これから、うん、あどうしていくかっていう話になった時にはい、はい、人々に恐怖を与えるるとと、ええ、視聴率が稼げるんだと、ええ、でしかもまあその恐怖を与えるっていっても自分とあまり関係ない感じのところで怖い話をしても仕方がなくて、ええ、自分が当事者であるような形で恐怖を煽ると、ええ、視聴率が稼げるんだと。ええ だからそのために今はパンデミックのことをやたら取り上げてこんなに死者がいるとかねいうような感じのことを強調して報道してきたとでもだんだんもうこれ飽きてきたよねとまあもう皆さんちょっと飽きてきたからじゃあ今度は気候変動でみんなを怖がらせて視聴率稼ごうってうちの社の方針で決まりましたって喋ったんですよね。 <laughs> 引き出しましまたね、看護師 <laughs> <laughs> すごいですよ。はいえー、でこれがですね、はい、しかもあの社長の指示だっていうことまで引き出したんですよ。えー CNN、の社長がに決めてそうですねそうですね、はあ、もうそういう社の方針であるからこれを決めたのはあのザッカーさん、えー、ザッカーバーグが頭の中に浮かぶと思うんですけれども、うん、あの CNN の社長さんも、まあ、ザッカーさんという人なんですけれどもジェフザッカーさんですね。 えー、その指示を出したのはザッカーなのって言ったら、うん、そうだ、彼だと <laughs> 言って答えちゃったんで、うん、ああ、もうそういうところまでやってんのねみたいなね、うんえー、そういう感じですね。はいはい、これ、われわれ日本人に関わるところとしては、うんはい、アジア人に対するこのヘイト、はい、この人種差別とかの問題に関しても、うん、何か言っていたそうですね、この。 アメリカだと BLM ブラック・ライブズ・マター運動みたいなやつで黒人の命は大切みたいな形でもって、えーえー、その黒人たちが立ち上がっていると、うんえー、白人による制度的な差別に対して黒人たちは立ち上がって頑張ってるんだっていうような感じで BLM 運動を、えー、CNN は後ろから支援する立場にあると。えー、でその お白人から黒人に,に対して何かが問題が起こった時には、うん、これはあの白人社会の黒人に対するう構造的な、えー、あそういう、えー、偏見なんだ暴力なんだ、うん、みたいな感じで、えー、扱うんだけれども、えー、実はアジアヘイトでアジアジ人を徹底的にいいいろろじめてるのは黒人たちであると、うん、で黒人たちがそういう形で出てくるんだけれども、うん、その黒人たちについては えー、その組織的な黒人の組織的な形でもって、えー、アジア人に対してヘイトをしているという構図にするわけにはいかないので、えーうん、あくまでもこういう個人でこういうことがありましたっていう形でもって報道するわけなんですよね。えー、ですからそののの白人の場合の 白人が黒人に対する場合とそれから黒人がアジア人に対する場合というのを明らかにダブルスタンダードを作ってそれでもってやってるんだぞっていうことをまあ平気で喋ってたっていうところがかっったていうのがありますね黒人は白人にいじめられている絶対的弱者だからその黒人がアジア人をいじめてるっていうのは都合の悪いそういうことになりますね。これ まあ、いわば、まあ、個人でやってる文、うん、春法みたいな感じじゃないですか、ね、そうですごいでって <laughs> ですよこれ大丈夫かなとこれをずっと続けてたら巨大な勢力に目をつけられて、うんえー、なんかそのオ、うん、キーフさんがどうにかなっちゃうんじゃないかって思うんですが、うんうんうん、そうですよね、えーえー、いろんな形で責められてて実はニューヨーク・タイムズから訴訟を起こされたりとかもしたんですよね。それに対して まあおキーフさんそのまあとにかくいろいろ圧力をかけたりお金をかけて裁判をやれば値を上げるだろうって思ってたところに実はおキーフさんん勝っっちゃったんですよねどう考えても正しいことをやってるのでそりゃいくら裁判所でもひっくり返せんでしょうっていう話だったりするんですけれどもまあそういう感じでいろいろやられてると。今回ここの暴露記事を発表したことでから アカウントの永久停止を食らったりみたいな形になってたりするんですけれども、うん、まあこれに対してもオキーフさんはフェイスブックも訴えるよと、うん、で CNN もここまで証拠があるんだから、うん、CNN も訴えるよって <laughs>、えーうん、言っていて、うん、一歩も引かないで戦う姿勢を見せてるのは、うん、これはアメリカ人からすると、うん、すごく清々しいと思うし <laughs> 大いに期待したいと思うのは普通だと思いますから。うん、はい あのなかなか彼を潰すのは難しいんじゃないかなって、うんえー、まあちょっと期待もこられてたんですけどね、うんはい、思っているところがあります頑張ってほしいですね、はい、悪事を暴いてほしいですよ本当にねすごいですよね文、えー、春とかにしても結局垂れ込み記事でやってるだけって言ったらだけじゃないですか、えー、でもプロジェクトベリタダーズは自分たちで潜入取材しますからね、うん、レベル違うなと思っていやすごいなと思いますね。 うん、ということでこのビル増刊後もまあ日本のプロジェクトベリダスを目指して <laughs> そうですねはい悪事を暴いていきたいと思いますそうですねもう山根さんには大いに期待してますよ <laughs>、はい、僕何を名乗りましょうかね <laughs> 僕じゃあ意思を名乗って <laughs> 意思を名乗ってそうですねなんか変更報道してるメディア幹部の熟成 <laughs> <laughs> 釣ります。なるほど。それ面白いですね。ぜひそれでもって潜先入取主材というかね、やってもらいたいなと思うんで。はい。期待しておいてください。はい。ありがとうございます。まあでもちょっと山根さんね有名になっちゃったからな。あまあ確かに。ね顔バレしてるからな。難しいかもしれないしね。そうですね。それじゃ後輩を連れて。はい。お願いします。はいありがとうございます。はいありがとうございました。